平成23年4月18日月曜日、参議院予算委員会に出席し、東日本大震災について集中審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。21日木曜日午前、福島県を訪問し、福島県庁で福島県の佐藤知事と会談した後、原子力災害現地対策本部を訪れ、対応に当たっている職員を激励しました。その後、田村市、郡山市の各避難所へ慰問に訪れ、田村市の富塚市長、郡山市の原市長らとの懇談を行った後、被災された方々や炊き出しボランティアの方々と対話しました。今日は避難されている皆さんの避難所を2カ所こうしてお邪魔をいたしました。一日も早く自分の家へ戻りたいと、戻れるように政府としても全力を挙げてほしいという要請が一番強かったと思います。先ほど申し上げたように、なんとか東電の計画をもっと前倒しにできればするように、国としても努力をして、一日も早い将来の展望が持てるような、そういう形を取りたいと思っております。午後、総理大臣官邸に戻り、オーストラリア連邦のギラード首相と会談を行いました。会談終了後、両首脳は共同記者会見に臨みました。22日金曜日、総理大臣官邸で第3回となる経済情勢に関する検討会合に出席し、現下の経済情勢及び今後の経済財政運営について話し合われました。その後、経済協力開発機構 OECD のグリア事務総長の表敬を受けました。午後、衆議院本会議に出席。本会議では、東日本大震災決議案、東日本大震災国際的支援感謝決議案、日独交流150年決議案の可決を受けて所信を表明しました。今日まで、瓦礫処理、仮設住宅の建設など緊急に必要な措置を精力的に進め、交通網もかなり回復してまいりました。近々復旧をさらに進めるための補正予算及び関連法案の提出も予定しております。政府といたしましては、ただいまの院議のご趣旨を十分尊重し、引き続き原子力発電所事故の収束に全力を尽くすとともに、災害対策全般の拡充と被災地の復旧復興対策の推進に向け、内閣を挙げて取り組んでまいります。総理大臣官邸に戻り、岩手県の達増知事及び東日本大震災で被災した13市町村で結成された岩手県沿岸市町村復興規制同盟からの要請を受けました。その後、記者会見を行いました。昨日、福島県を訪問いたしました。その中で、被災者の方に何人もお会いしましたが、なんとか早く帰るようにしてほしい、その言葉が一番耳に残った言葉でありました。何としてもこの原子力事故によって家を離れなければなくなっている皆さんが、一日も早く自分の家に戻れるように、政府として全力を挙げなければならない。23日土曜日、総理大臣官邸で第2回となる東日本大震災復興構想会議を開催し、第1回検討部会の模様についての報告、各県知事委員からの発表、討議などが行われました。